マルクス・アントニウスは、共和制ローマの政治家、軍人。第2回3党政治の一党として、権力を握ったが、その後は、ガイウス・ユリウス・カエサルの名の息子、クタウィアヌスに、敗北した。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、アントニーとクレオパトラでも知られている。マルクス・アントニウスの祖父マルクス・アントニウス・オラトルは、失勢官や観察官を歴任した実力者であったが、 ルキウス・コルネリウス・セッタの党派へ属したとして、アントニウスの生まれる前の紀元前87年にガイウス・マリウス派に殺害された。父マルクス・アントニウス・クレティクスは紀元前74年に法務官を務めたが、地中海での海賊政党の任務で失態を犯し、挽回が叶なわないまま失意のうちに死去した。母は、ルキウス・ユリウス・カイサルの娘で、 後に独裁官となるガエウス・ユリウス・カエサルの重視に当たるユリア・アントニアであったが、ユリアは夫、アントニウスの死去した後、プブリウス・コルネリウス・レントルスすらと再婚した。レントルスは、紀元前71年に失政官となったが、ルキウス・セルギウス・カティリナ一派による国家転覆の陰謀へ加担したとして、紀元前63年にマルクス・トリウス・キケロラの主導で処刑された。 多難な青年期を過ごしたアントニウスであったが、彼がどの時点から正解へ登場したかは、はっきりしない。ただ、ガイウス・スクリボニウス・クリオトと徒党を組んだり、キケロと敵対したプブリウス・クロディウス・プルケルの一派に属していた時期もあったと伝わっている。アントニウスは、その後ギリシアへ渡り、紀元前57年より、クナウス・ポンペウスの党派で、 シュリア属州総督であったアウルスガビニウスの廃下へ入り、騎兵隊長となった。紀元前55年、ファラオの座を追われていた、プトレマイオス十二世紀の福井のために、エジプトへ侵攻した。この時にアントニウスは、当時十八歳のクレオパトラ七世紀に魅了されたと、アッピアノスがローマ史の中で記している。その後、ガリア総督ユリウスカエサルのレガトゥスとして、ガリア戦争に従軍。 アレジアの戦いで活躍した。紀元前49年、カエサルがルビコン川を渡った際には、五民間の職にあった。ローマ内戦でカエサルがギリシアへ先行した際には、皇族隊を率いて困難な情勢下で合流。紀元前48年のファルサルスの戦いで活躍した。カエサルが東方へ遠征している間、イタリア本国での政務を託されたが、 十分な働きができなかった。紀元前48年に、カエサルが二度目の独裁官に就任した際には、マギステレ・クイートムに指名された。キケロはア,アントニウスを、肉体が頑丈なだけが、鳥への無教養人で、酒に酔いしれ下品な娼婦と馬鹿騒ぎするしか、脳のない、健闘しなみの男と評した。カエサルが共和派に暗殺された年には、その同僚コンスルであった。暗殺後は、 コンスルとして国庫を掌握し、旧カイサル派を代表する形で、共和派と一旦和を結び、カイサルの葬儀許可を認めさせる。そしてその葬儀の場で民衆を煽動して、共和派を追放した。しかし、カイサルは遺言状で、カイサルの名の息子、オクタヴィアヌスを後継者に指名していた。オクタヴィアヌスが元老院と結ぶと、アントニウスは、 ガリアにいたカエサルの副官であったマルクス・アイミリウス・レピドスらと同盟し、オクタヴィアヌスに対抗した。アントニウスとオクタヴィアヌスの肖像が彫られた、降下当初は対立した両派であったが、反共和派、反元老院で一致し、アントニウス、オクタヴィアヌス、レピドスの三者による同盟が成立。その勢力によって、ローマの支配権を掌握した。三人は、 国家再建三人委員に就任し、ローマを支配した。この時三人委員会によるプロスクリプティオで、アントニウスの長年の性敵であったキケロが、殺害された。その後、マケドニア属州へ逃れていたマルクスユニウス・ブルトゥス、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスら共和派をオクタヴィアヌスと、共に、フィリッピの戦いで破った。三党政治はもともと権力争いの一時的な、 妥協として成立していたため、各人は同盟関係にありながらも自らの勢力強化に努めた。アントニウスは、ローマを離れ、共和派に組みしていた東方の保護国王らと会見し、関係を強化した。この時ブルトゥスラを支援したプトレマイオス朝の女王、クレオパトラ7世をタルソスへ出頭させ、出会った。クレオパトラ7世はアントニウスに頼んで、 エフェソスにいたアルシノエ4世を殺害させた。こうした中紀元前41年の冬にアントニウスの弟、ルキウス・アントニウスと妻フルーヤはイタリアでオクタヴィアヌスに反抗しペルシアで放棄した。この戦争にはオクタヴィアヌスが勝利したが、ここで改めて3人の同盟の確認が行われた。アントニウスは死亡した妻フルーヤの5歳にオクタヴィアヌスの姉、 オクタウィアを迎え、婚姻関係によって、同盟は強化された。同時に三等間は、イタリア以外の帝国の領土を三分割し、東方はアントニウス、西方はオクタウィアヌス、アフリカはレピドスとそれぞれの勢力圏に分割した。カエサルの果たせなかったパルティア征服を成し遂げることで、競争者であるオクタウィアヌスを圧倒することを目論んだ。アントニウスは、紀元前十六年に、 パルティアに遠征した。この遠征の後輩地としてアントニウスは、豊かなエジプトを欲し、女王クレオパトラとの中を再び密接にしていた。しかしこの遠征は失敗し、ローマ軍団のシンボルである、ワシバタもパルティアに奪われた。時系列的に少し戻るが、紀元前40から37年頃に、ユダヤ地方で、それまで王であったヨハネ・ヒルカノス2世の甥。い、 アンティゴノスがパルティアと組んで、クーデターを起こし、ヒルカノスを捕らえるという事件が起き、ヒルカノス側のヘロデがローマに、これを訴え、他に適任な者がいなかったため、アントニウスやオクタヴィアヌスたちの推薦で、ヘロデが空位になっていたユダヤの王に選ばれることになったその後クーデターは、鎮圧されてアンティゴノスは捕らえられ、アントニウスは彼を支持する者が、 ヘロデの邪魔をしないようにこの場でアンティゴノスを処刑させた。紀元前34年にアレクサンドリアで決定されたアントニウス及びクレオパトラの支配地分割図。クレオパトラ及びカエサリオンはエジプトとキュプルス、アレクサンデルヘリオスはアルメニア、クレオパトラセレネはキュレナイカ、プトレマイオスフィラデルフォスはキリキアとシュリア、残りはアントニウス自身が受け持った。アントニウスは パルティア遠征で、ローマを裏切って、パルティアへ味方したアルメニア王国を攻撃し、国王アルタウアスデス2世を捕虜とした。そしてその凱旋式を、ローマではなく、アレクサンドリアで挙行した。その際に、自らの支配領土を、クレオパトラやムスコらへ無断で分割したことや、オクタヴィアヌスが公開させた、遺言状の内容、低粛な妻オクタヴィアへの一方的離縁などで、 ローマ人の神経を魚でした。ローマ市民の中にエジプト女、しかも女王に骨抜きにされ、ローマ人の自覚を失った男といったイメージができた。また、中東のローマとの同盟君主たちも、クレオパトラの要求に応じてアントニウスが彼女に、それまで彼らが支配していた、中東の領地を与えてしまうことを困っており、アントニウスには従っていた、ユダヤのヘロでも一度は、 クレオパトラの暗殺を考え、ナバテア王国の王マルコス一世は、露骨にこれによる支払いを拒否するようになった。こうした、アントニウスの失策を見たオクタビィアヌスは、アントニウスとの対決を決断し、プトレマイオス長に対して、宣戦復刻した。オクタビィアヌスの軍とアントニウス派及び、プトレマイオス長などとの連合軍は、ギリシアのアクティウム沖で激突。この、 アクティウムの海戦で敗北したアントニウスとクレオパトラはエジプトへ敗走した。この敗戦により数世は決し、これまでアントニウスに従っていたヘロデなども彼を見限り、アントニウス側の援軍をシリア総督クイントスディディウスと共に妨害したり、オクタヴィアヌス軍に補給物資を供給するようになるなど協力を始め、オクタヴィアヌスはエジプトの首都アレクサンドリアへ軍を進めた。 アントニウスはクレオパトラが自殺したとの法を聞き、自らも自陣した。クレオパトラ自殺は誤報であったので、アントニウスはクレオパトラの命で彼女の元に連れて行かれ、彼女の腕の中で生き絶えたとされる。アントニウスの死から約10日後にクレオパトラも自殺した。クレオパトラは生前にアントニウスと同じ墓に入れるよう遺言していたが、オクタヴィアヌスはそれを認めた。 アントニウスの子供のうち、クレオパトラ・セレネなどの女子は、長生きし、クレオパトラ・セレネは、マウレタニアをユバ二世と結婚した。一方で男子に関しては、義理の息子にあたるカエサリオンと、フルウィアトの長男マルクス・アントニウス・アンティウルスは、オクタヴィアヌスに殺害され、アレクサンデル・ヘリオスやプトレマイオス・フィラディルフォスは、アントニウスの死から数年も経たないうちに病死した。フルウィアトの次男、 ユッドス・アントニウスは、アウグストゥスの義理の甥いとして徴用され、執政官、アジア属州総督にまで上ったが、アウグストゥスの娘、ユリアとの密輸により自死を強いられた。カリグラ、クラウディウス、ネロといった皇帝は、アントニウスの血筋を引いている。アントニウスとクレオパトラ、イギリス人画家ローレンス・アルマタデマによる1885年の、サクウィーキメディア・コモンズには、 マルクス・アントニウスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。